皆様ごきげんよう、ここ大野でございます。はい、今回は、トイザらスのオリジナル、ね、スピードシティのご紹介です。ね、すごいですね、ジムニーシエラ出てきましたよ。ね、もうかっこいいですよ。シエラのタイプですからね、ちょっと期待大ですよこれはね。はい、でね、続いてね、これがあのパジェロですね。このタイプのパジェロはね、結構あんまりモデル化されてないですからね、まあ、3インチモデルとしてはいいんじゃないですか。で次にね、ランサーランエボですね、ランエボ X ですね。ウィングがリアウィングがかっこいいです。はい、あとね、それ次が、トヨタの86です。86ちゃんね、これはウィング内です。はい、で次がね、スバルの BRX なんだっけね。で、これがね、ベントレーコンチネンタルね、これかっこいいですよ。これね、なんかいいですよこれも。うん、で次がね、これが、BMW ですね。オープンカーね、オープンカーもかっこいいですよね。で、ベンツ、なんつったってベンツですよこれね。やっぱスポーツカーって感じでかっこいいですね、 GT。 はい、でこれでね、アウディちゃん、これアウディちゃんね、こうね、フロントマスクとかもしっかりできてそうでいいです。でポルシェ、これはね、近年のポルシェの、911カレラですね。で次が、ランボルギーニちゃんですね。ランボルギーニ、これ色がねオレンジでランボルギーニらしいです。でまたこれアウディですね。まあ、そんなこんなでね、顔とかね、作りがしっかりしてるんですよ。で定価も250円以下ということで、大野の一押しでございます。それではごきげんよう。ここ大野チャンネル。